ディクソン・ポール・エトゥフは、ナイジェリアカの出身の元サッカー選手。元ナイジェリア代表。現役時代のポジションは MF。カーライル・ユナイテッド FC 所属のサッカー選手、ケルビン・エトゥフは辞典。ナイジェリアのカノに生まれ、イングランドのサザークク、ベカムへ移住する。2000年に、マンチェスター・シティ・ FC のユースチームから昇格し、同年プロデビュー。同クラブで、 1> 約1年半プレイした後、2002年1月にチャンピオンシップのプレストンノースエンド FC へと移籍した。2004から05シーズンにはクラブの昇格プレイオフ決勝進出に貢献。ウエストハムユナイテッドに敗れたが、自身はエバートン FC やウエストブロムビッチアルビオン FC から関心を示された。プレストンではリーグ通算100試合以上に出場した。 2005年11月よりのリッチシティ FC へに、過月間の短期ローンで加入。翌年1月には、3年半の契約で完全移籍となった。移籍金は45万ポンドで、出場試合数に応じて、最大10万ポンドが上乗せされる。2006年8月23日のリーグカップ、トーキーユナイテッド FC 戦で移籍後初ゴールを挙げる。リーグにおいては、 サウスエンドユナイテッド FC 戦で加入5発得点を記録した。同月中のトレーニングでチームメイトのユースフサフリと衝突するが、翌週には和解している。10月21日のカーディフシティ FC 戦で決勝点を挙げ、監督交代5発のホームゲームでの勝利に貢献した。2006から07シーズン終了後、クラブによる契約延長オファーを拒否。翌シーズンより、 プレミアリーグに復帰するサンダーランド AFCA 移籍金150万ポンドで加入した。2008年2月9日のウィガンアスレティック FC でディーンホワイトヘッドのフリーキックからゴールネットを揺らし移籍後初得点となった。2008年8月29日、フラム FC に3年契約で移籍。2009年4月12日のフルス・マンチェスターシティ戦で 59分に勝ち越しゴールを挙げた。同年8月6日の UEFA ヨーロッパリーグ FK ベトラ戦で欧州の舞台及びクレーブンコテージで初得点を記録。2010年8月28日のブラックプール FC 戦では87分に同点弾を決め2から2のドローに持ち込んだ。9月7日には契約を2014年まで延長した。 11月13日のニューカッスルユナイテッド FC 戦で69分にゲラゾルターンとの交代でピッチに立ちプレミアリーグ50試合出場を達成。2011年1月8日に行われた FA カップ3回戦のピーターバラユナイテッド FC でフラムでの5ゴール目を記録した。2012年8月3日、ブラックバンド・オーバーズ FC と4年契約を締結。 先に加入していたフラム時代の同僚ダニー・マーフィーと再びチームメイトとなる。9月29日のチャールトンアスレティック FC 戦で移籍後初得点を挙げた。2013から14シーズン限りでクラブとの契約を解除した。2014年12月23日、アルスベンスカンのアイク、ソルナイの加入が発表された。2017年8月6日、 スウェーデン五部に所属するイフックレスフェホルムへ加入した。ナイジェリア代表としては2007年10月にデビュー。その後、二度のアフリカネーションズカップのメンバーに選ばれた。南アフリカ W 杯出場メンバーにも選出され、チームはグループステージで敗退したものの3試合すべてでプレーした。2011年8月に代替選手として招集されるがこれを拒否し、 サムソンシアシア監督の下では、プレイしないことを表明。スティーブン・ケシが新監督に就任すると、同年11月の代表召集に応じた。2017年5月、フルスのアイク、ソルナとイフック・ヨーテボリの試合で、アイク時代のチームメイトで、元カナダ代表 GK のケニース・ダマトプーロスに、八オチを持ちかけた疑いにより、2018年9月に、贈賄容疑で起訴された。 翌年11月に有罪判決を受けたのに対し、エトゥフワ控訴の意向を表明し、弁護側と検察側の双方が上訴することになった。その後、2020年4月にスウェーデンサッカー協会の懲罰委員会によって、スウェーデン人 FW アルバニ・ユスフィと共に5年間のサッカー活動禁止処分が科されたものの、エトゥフワ・アイク対談以降、 すでに現役引退同然の状態となっていた。ありがとうございます。